すいません、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 あ、はい、すいません、今日はどうしました？どうって何がですか？何がって、あなたなんかどっか痛いところがあるとか病気なんじゃないかみたいな、そういうあれでここに来たんでしょ？え、ここ病院なんですか？はぁ？ああ、そうでしたね、そうですよね、病院、すいません、すいません。たく、シカゴ、まあ、シカゴの君みたいなあんまり見ないけど。で、どうしたんですか？眠れないんです。眠れない、それはおつらいでしょう。吉田さんね、不眠症っていうのは、きっかけがあるんですよ。不眠症になったきっかけっていうのがあるんですね。それ何か思い当たる節とかってあります？吉田ではありませんし、節もありません。いや、そんなわけないですよ。いや、本当に眠れないんです。ひろたさんね、あなたね、申し訳ないんですけど、ちょっと不眠症の雰囲気じゃないんですよ。いや、そんなことないですよ。本当に眠れないんです。眠れてる顔してますよ。いや、顔関係ないでしょ。関係あるでしょ。こんなギラギラした召し上がって、あのね、こっちは医者だよ。いや、こっちは患者ですよ。あ、もうどうしたいの？眠りたいんです。じゃあとにかく不眠症にはね、眠れなくなるきっかけがあるの。それをまず思い出しましょう。で、僕はこの後そのまま寝ます。申し訳ないですけど、もう一眠りさせてもらうんで、その間に思い出してください。で、思い出したら僕のことを起こしてください。はい、病は気からですよ。頑張ってください。おやすみなさい。おやすみなさい。先生、先生、すいません、先生、あ、はいはいはい、すいません、今日はどうしましたか？あ、
君か。で、何かきっかけは思い出しましたか。ダメでした。残念。じゃあ起こしちゃダメじゃん。すみません。あのね、吉田さん、吉田さんね、あなたね、不眠症ってのはね、そのメカニズムを知ってる。吉田じゃねえです。松平さんね、必ずそのメカニズムを理解する。松平でもねえです。主権、田中さんね、田中さんね、そのメカニズム違います。全部違います。え、じゃあ君一体誰なんだよ。住所は？住所は分かりません。家族は？お母さん、すみません、分かりません。もしかしたらちょっと記憶障害を併発してるかもしれないね。例えばね、ここ 2,3 日の間に交通事故に遭って記憶がすっ飛んじゃって、そのままうろうろして。先生、ここどこなんですか。病院だよ。でね、その名前は、病院の名前です。君が患者で、僕が医者ってこと以外何にも分かんないんだよね。リラックス。
出てんのかよ。早く行くぞ。あれ、ちょっと俺嫁待たせてんだよ。あれ、あの病院の先生のマスクの迷うな、もうどうせ迷ってんだから。あれ、ここどこだ。はい、いや、どこ、いやっすよ。ていうか、誰、お前、俺がこんなにしてやってんのにもそりゃねえだろう。すいません。で、誰。俺が聞きたいわ。俺誰なの俺。それでは、いい瞬間を。